もともとは、まあ、小学校中学校、まあ、小学校上がる前から水泳をやってて、で小中等水泳やって、まあ、高校進学とともに、まあ、高校に水泳部がなかったので、まあ、次に何やろうかなって思った時に、まあ、本当にこれたまたまなんだけど陸上競技を選択して、まあ、それ もうたまたま本当に同じクラスメートが陸上部が一番多かったんで陸上を選んだっていう。トライアスロンとの出会いは自分が高校3年生とか大学1年とか18歳の時に、自分が地元が愛知なんだけど、愛知 そのテレビ番組でトライアスロンの大会の放送がやってて、それを見て、あ、これもしかしたら一番なれるかなみたいな。最初はだからそのテレビを見て、まあ、トライアスロンという競技は知らなかったけど、まあ、トライアスロンの大会の放送を見て、まあ、スイム 1.5 キロ、バイク40キロ、ラン10キロの距離を見て、まあ、それまでに水泳と陸上をやってたんで、まあ、そのタイムを自分のタイムと比較して、あ、これだったらもしかしたらこのテレビに映るかなみたいなのが最初で、それを見て翌年にトライアスロン始めた感じかな、うん、最初のトライアスロンデビュー戦は愛知県のその地元の知多半島でやってた日本お得地トライアスロンって、もう今なくなっちゃったんですけど、その大会が初めて出た大会デビュー戦で、まあ、スイムは2番か3番ぐらいで上がったのかな、まあ、1番ではなかったけど2番3番で上がって、まあ40キロのバイクで抜かれて抜かれて、最後のランでもさらに抜かれて抜かれて、何番だったかちょっと覚えてないけど2時間24、5分かかったのかな、まあ、思い描いてたスイムトップで上がってバイクで逃げてランで逃げ切るみたいなのができなかったのがデビュー戦で、まあ、その時に多分ねランで確か女性のトップの選手に抜かれて、いや、これはちょっと練習しないとダメだなと思って1年間練習して、その同じ大会で翌年6位だった。それが大学3年の時かな。でその時にはもうインカレを知って、で大学選手権に出たりしてて、でまた1年間練習して大学4年の時に最終学年でインカレで優勝したいっていう思いと、同じ大会でデビュー戦の大会で優勝したいっていうので、デビュー戦の大会は大学4年の時に優勝してきて、でインカレは2位だったんだけど、優勝できなかったけどスイムバイクまでトップで最後のランで抜かれたんだけど、その2位の成績でその年の世界選手権のエイジグループの日本代表に選ばれて、でその世界選手権に22歳の時に初めて世界選手権出させてもらって、95年の世界選手権かな、それで、まあ、日本人トップで13位だったのかな。でその成績が出て日本帰ってきたら、まあ、その成績から、まあ、そんないろんな、まあ、プロでやらないかみたいなオファーをもらって、で大学4年だったし、もう世界選手権終わったら就職活動しようと思ってたのが、まあプロでトライアスロンでやっていくっていう選択肢が1個生まれて、だから11月の世界選手権で、だから12月いろいろ考えて、1月にはそのスポンサーのオファーから、まあ、回答を出して、大学卒業と同時にプロ契約で96年からプロになって、そこから17年間かプロ生活をして、でその後まあコーチをしたり、で今
に至る感じかな。一番大きいのはやっぱオリンピックかな。オリンピック選考で勝ちきれなかったのもそうだし、まあ2000年のシドニー、2004年のアテネ、2008年の北京オリンピックの代表選考会はなかなかやっぱりピークが合わず、まあ、オリンピックに行けなかったのが一つ挫折でもあり、まあ、今振り返ればそれがあったからここまで続けてこれたのかなっていう思いはある。まあ、96年プロになって、2000年のそのシドニーオリンピック、まあトライアスロン競技が最初にオリンピック競技に入ったのが2000年なんで、その選考会で負けた時に、まあ、一回もう、あ、これでトライアスロン終われるっていう気持ちがあった。で、実際本当に全くやらない、トライアスロンやらない期間が何ヶ月あったんだろうな。選考会は5月だったんで、5月の選考会から夏、だから7月、8月ぐらいまでは3ヶ月ぐらいは何もやらなかったけど、まあオリンピック残念だったねっていう人もいれば、次何に出るのっていう、なんかこう、なんだろう、オリンピックがダメだったからもう終わりだよねっていうのじゃなく、次のレースを楽しみにしてくれてる人がほとんどで、あ、これやっぱりレース出なきゃいけないなと思って、で、これをなんだろうな、一つだから自分が走ることで楽しんでくれてる、喜んでくれてる人がいるっていうのを気づいたのが2000年かな。だ、それ以降はなんだろう、トライアスロンをやめたいっていう気持ちにはならなかったのが、その一つのきっかけでもあるかな。そこからそれこそだから2012年か、稲田さんがだからアイアンマンのハワイで初めて完走した時、2012年80歳か、その時に完走した時に稲田さんについてハワイに帯同したのがきっかけで、まあ独立したんだけど、コーチとして。だから2009年から2012年までだから4年間稲毛のコーチをさせてもらって、でそのまあこれがいいか悪いかっていうよりも、稲田さんの帯同することで自分のこの視野が広がったっていうのは一つあって、そのまあチームのコーチっていうのがやらせてもらって、やっててものすごいコーチとしてはすごい楽しいんだけど、一人の選手をこの完走させることができなかったコーチとしての実力不足っていうのが一つあって、そのチームのみんな大勢多数をコーチングするのももちろんコーチングだし、その関わった一人を完走させることができないこのコーチの指導力のなさっていうのがものすごい大きな割合を占めたんで、まずここをしっかりやらないと、一人ができないのに100人は見れないなっていうのが、もともとの自分の根幹にコーチングっていうのがあって、いやだからあの人がいないと本当に今の僕とは絶対ありえないわね、考えてみると。もうとにかく僕の少なくとも9年連続くらい行ってるけど、あの行くときは必ずついてくる。最初優勝したとき、その前の年に失敗したわけだから、で、そうそう、それで監視に来るって言ったときで、初めて彼が一緒に来てくれたときに初優勝したわけね。それからずっと来てるわけだから、
その間はねもうずっとハワイ一緒に来て、で向こうで一緒に入って、でトレーニング事前のトレーニングとかでも全部一緒にやってくれるし、一緒にご飯食べてでやってくれたし、それからその向こうでのことはもちろんそうなんだけど、まあ、こっち帰ってきてもまあ、彼が今やってる AW ってアスリートワークスっていうのを立ち上げたから特にそうなんだけど、もうずっとねそれで一緒に練習するさせてくれるっていうこともあるし、だからいなかったらね俺とっくなのかし、もうやめてますよこれ。いや僕はもうね絶対ありえないので、多分ねもう やってないと思う、うん、でもうねっていうのはね、もう年とともにもう本当にね体力はもうガタ押しに落ちてきてるね。うん、まあ稲田さんとの出会いでいうと、まあ、78ぐらいか、もう今これで15年ぐらいになるけど、まあ、80になってからはあんまりこう衰え感をあんまり感じなかったのが、85過ぎて特にやっぱねこのコロナは大きかったかな。この3年間、まあ、ようやくちょっと元通りに戻ってきてるけど、コロナの3年間にレースがなかったことが稲田さんの中でもやっぱりすごい大きな、なんだろう、刺激の足りなさ、まあ、自分がこうねプロから一線退いて次のレースに出るまでのブランクの4年とわけの違う3年のブランクっていうのはすごい大きくて、その間ももちろんトレーニングはしてるんだけど、レースがないと、あ、人ってこうやって弱くなってっちゃうんだなっていうのが稲田さんを見てて感じることでもあり、ただやっぱり去年またレースに戻ってこの1年を見てみると、やっぱこう練習だったりトレーニングのその身の入り方が全く違う。去年なんかだとやっぱりトレーニングしててもレース感がゼロなんで、その苦しい時に我慢ができないんだよね。それが一回去年レースをやりました、制限時間オーバーしちゃいました、ね、完走が認められません、コナンに行けませんでしたっていう現実を突きつけられた時に、やっぱこう今年に関して言えばやっぱり、あ、練習をちゃんとこれをやらないと完走できないっていう思いがあるのが分かる。だからこそ今年はだから行けるのかなっていう自分の中の願望。だって俺レース、ハワイでレース終わって上がって戻ってきたら、まあもちろんゴールの時ももちろん彼いていろいろやってくれるんだけど、もうホテル帰ってきたらもうお風呂にお湯を張ってくれてて、でもすぐ入って体休めろとかね、とにかくねもうすごいね、あの面倒見っていうのはちょっと考えられないでしょ。 で僕はもうそこら辺あんまりよく知識もないんであれだけど、彼は全部ね女性をちゃんと調整してきたり指示してくれるから、だからそれを守ってればねなんとかできるっていうのがねずっと続いてて、まあ今に至るんだけど、まあね実の親より上だし、自分の父親とこう海外に行くこともないし、ね、1ヶ月も一緒に寝食共にすることもないんだけど、大変なことで言えばやっぱ記憶力の低下はものすごい感じるかな。あとはまあ、ね、昭和一桁だし頑固な部分が年々出てくるのは、一緒にいれる時間が長くなればなるほど感じること。まあ、よくね、
おじいちゃんおばあちゃんを、おじいちゃんの特に堅くなな人が多いっていうのはよく、まあ世間一般で言えば言われるけど、まあ稲田さんも例外なく、ああ頑固なんだなみたいな。ただこれは別に親子じゃないから、はいはいみたいな受け流せる部分もあるし、だからトレーニングに関して言えばやっぱり、いやこれはちゃんとやらなきゃダメだよっていうのが言える立場がコーチとしてあるんで、大変さだけで言うと記憶力の低下かな。あとは別にね、じゃ生活面でどうのこうのと、まあ言いたいことはたくさんあっても別にそれがストレスになることはない。まあ、そこはやっぱり、まあ、自分の中に何だろう、全部お膳立てをしてレースだけをします、トレーニングだけをしますっていうのは、それって自分がやりたいトライアスロンやってるのかなっていう思いがあるので、もう変な話ね、自転車も自分で組み立てできません、あとは、ね、着替えもそうだし準備もそうだし、そういうのが自分でできなくなったら、もうそれはトライアスロンをやりたいっていうところとはちょっと違うんじゃないっていうのが自分の中にある。だからもう稲田さんが、いやもうバイク運べないよってなったら、いや稲田さんそれはもうトライアスロンできないのと一緒だよっていうのは最後には言いたい。だからこそ遠征行くときに自転車を組み立てるのも自分でやってね。でそれはやっぱりもちろん稲田さんがやる時間よりも自分がやった方が圧倒的に早いし、時間の使い方で言ったら、じゃあそこにかかる時間をね、こっちが全部やって、じゃあトレーニング行くよってやった方が効率はいいんだけど、効率よりもやっぱりトライアスロンを稲田さんが大好きだからこそ、自分でできる範囲をやった上でトライアスロンやってほしいっていう思い。これができなくなったらもう多分皆さんトライアスロンじゃないね、陸上だけとか水泳だけとかっていうそういう種目もあるわけだから、うん、そっちの選択をしてもいいんじゃないっていうのは、もしできなくなったら言おうかなと思ってる。だからあれこれ自分が手を出さないのはそこ。いや感謝というのはね、とにかくもう何と言ったらいいのかね、あの人はちょっと普通の人間関係ではちょっと考えられないんですよね。うん、もう本当兄弟、親兄弟以上の関係というのかな。だからこの去年ね、僕本当に泣いちゃったんだけど、彼もね、去年の1年前のハワイのホヌという70.3 大会、あれ彼も選手として登録してたし、彼は出るとばっかり俺思ってたのね。で一緒にずっと一緒に行ってたんだけど、で行ってたし出るんだと彼ずっと思ってた。であれ大会の2日ぐらい前だったかな、なんだっけ大会いろいろ話してたら、いや僕は出ないからいいんだよって言うから、嘘でしょっつってさ、だってちゃんとバイクもゼッケンナンバー貼ってあるし、ヘルメットもしてね、ちゃんと一緒に用意してさ、僕は出ないで井上さんのアテンドできてるからいいんだよ、俺が面倒見るんだからって、そのために来てるんだからって言ってくれてさ、話聞いた時にね、なんかこれはね泣いちゃったですよ。みんなそんなことしていないよ、考えられない。
しもし。自分の目標は、まあ、今身近なところで言うと今年の世界選手権で2度目の世界チャンピオンのタイトルを取ること、まあそれは選手としての目標である。コーチとしての目標はもう今はだからね、もう一度コナの舞台に立たせたいっていうのが目標かな。もちろんね、最高齢アイアンマン完走記録っていうのは一つあるけど、まあ、その先にやっぱりコナがあって、コナの舞台にやっぱりもう一度スタートラインに立たせたいっていう思いは、どうなるか分からないけども、とにかくできるだけ今やろうかなと、ということは、まあ結論かな。